新春恒例の東京消防庁の出初め式が行われ、消火訓練などが披露されました。今大きな炎を上げてタンクが爆発しました。特殊な消防車で消火活動が行われています。出初め式には消防隊員らおよそ2700人が参加し、はしご車やヘリコプターなどを使って消火活動や救助訓練を披露しました。また技術交流のある韓国の消防隊員4人も初めて参加し、地震で動けなくなった車の中からけが人を救助する訓練を行いました。最後に一斉放水が披露され、会場に詰めかけたおよそ6000人から大きな歓声が上がりました。